はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、キアンです。今回も戦国バサラ2やっていきます。今回は豊臣秀吉使っていきましょう。では行きましょう。まあ2の新キャラですね。2からすごい絵綺麗になってますよね。そう、これ何軍、上杉軍、やばいわ。覇気でも使えるのか。もうバケモンやん。いや、おかしいやろ。でかっ、そんなでかいの。秀吉お前そんなでかいの、やばすぎん。もう猿というかもうゴリラだよね。この国は弱い、国が富、兵が強くなくてはならぬ。ではこの国を一つにする。あの秀吉とファンベル、え、どういうこと。ファンベルも結構でかいってこと。いや、でかさの差が第一章。はい、荒れた戦乱の世をまとめ、世界に通ずる強い国にするために立ち上がった豊臣秀吉。だからツッコミどころは満載ですけど、目下の野望を果たすため親友である軍師竹中半兵衛と共に姉川の浅井軍に攻め入ったのであった。我が目的のため、まずは浅井を落とす。成果両言。はい、お、長政ね。あ、光属性なんだ。まあ、アイテムはちょっともう。はい、経験値。はい。経験値。経験値防具でいきましょう。まあ、多分強いと思うんで。まあ、力ご飯と元気ご飯。いや、いいだろう。あとこれかどこ、はい、行きましょう。まあそれぐらいなんとかなるやろうみたいな。はい、さあ行きましょう。姉川か、なんて言うのこれ、動乱、なんて言うの、姉川戦。姉川戦。お、戦してますね。見ろ半兵衛、あれもこの国の病の一つだ。この国の病、行くぞ我らの目的のために。 OK、 小僧、でっけえ、我が軍に降伏せよ。さすれば我も手荒なものをせんぞ。こしゃくな、浅井軍は正義を貫く。あ、投げたんだ。仕方あるまい、行くぞ本命。どうかにした秀吉。おお、浅井長政は城にいるぞ。各地の砦を占拠し浅井を誘い出すのだ。攻略せよ。ああ、なるほどね。悪の軍団に断りの戦が負けるはずがない。よいしょ。あ、いたいた。開門。豊臣よ、活目すべし。人として生まれ受けた義、今一度取り戻せ。どうして、お、一だ。そっとしておいてくれないの。よしよしよし、落ちたぞ。はい、ダッシュ、清流砦。残る砦は3つでござる。
刺さる。これでか。恐れていたことが。どうやら浅井は降伏しそうな。よいしょ。よいしょ、よいしょ。仕方あるの。下側のならば。いいねー。えいえいえい。迷わず突き進もう。未来に向かって。よし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 。2倍。私たちは勝つのだ。我らが聖なる主です。ほいほいほい。隠れろ。掴んで。なんで正義が破れそう。掴んで投げる。よし。どうしたら。貴様の正義が試されているぞ。ご覧あれ。ご覧あれ。正義の突入。よいしょ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 。こっちか。道を開け。我らが大将のお通りを。ここにあるね。おいおい。破れる。すべて悪と思い知れ。おお、投げるんだ。拙者、己の未熟さを知る次第だ。我らが聖域を汚すことはあたわず。ドリバ通常攻撃強いな。おいおい。OK。開門。さあ、これなんか迷路みたいなところがある。お前も我に従わぬか。今ならまだ許してやる。死に急ぐな。死に急ぐな。お優しい秀吉様、嬉しい。でもなんかなって思うよね。おお。炎の槍。ちょっと待って待って待って、なんか始まった。おお、なんか戦隊戦隊。闇の槍。戦国最強連隊。五本槍。ダサすぎる。五本槍だ。正義の名のもと、豊臣を削除する。お前の正義の一ひねりで否定してくれるを。一に戦術。二に連携。三死もあって。そう。五本槍。貴様、我らが命を賭して守るのだ。なんかしたなんかした。落ちたぞ。ダッシュ。二つ目取ったり。この調子で残り二つを。貴様ら、それでも断りの戦か。機運になるか。少しは楽になるぞ。秀吉様の言う通り、一番苦しいだけど。うむうむ。あの戦隊倒したかったな。ネタでしかないけど。あ、あそこになんかあるな、宝箱が。よし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 。全部お金だったね。トリマーやったね。悪は許さん。ヒュージよ。おいおいおい。通常攻撃で解けるね、敵が。あそこに経験値2倍ありそうだな。進め。やっぱり。
上は進ませないでね。はい、あの人よ、あの人が全部悪いの。血が流れていく、血もすらも隠す。砕けよ、仏様に祈ってくれた。よいしょ、次は、あ、金いる。やがたい。おい。ここも取った。さあ軽くダッシュできたね。残すところはあと一つ。長政。僕は不思議でならないよ。決して叶わぬ相手になぜそう牙を取るでしょう。己と取り組私をそうあざけるとはわめくな小僧。力を伴わぬ義は無謀なり。無謀なり。発目すべし、相手は一人よ。おい、みんな死んでいく。いい様には指一本触れさせろ。おい、逃げろ、あいつに捕まるな。いや、いいね。うむ、当たらねー、当たらねー。ごめんなさい、ごめんなさい。イチメソメソと泣くな。はいはい、悪の軍団にお断りの戦が負けるはずがない。さあ、あてこっす、ね、戦はただの通過点だよ、秀吉。秀吉、分かっておる。あれは止まらぬ。締められた。私を侮辱する気か。許さぬ。やめて、弓は痛い。弓は中政様を怒らせない。弓は相変わらず。あいついいやつだったのに。よいしょ、よいしょ。あ、兵長いますわ。こんなところに。よし、落ちたぞ。はい、砦完全占拠成功、お見事なり。特別恩賞獲得。最終的にはさ、特別恩賞言うけどさ、結局さ、4箇所やらんといけんのよね。さっさと来い、門を開けるためには。はい、どうやっていくの。あ、遠回りなのか。馬が欲しいところではある。待て、こいつは結構早いからな、逃げるの。お、あるね、なんか全部小判かな。よしよしよし、全部小判か。おー、ハンペ引っかかってるぞ。引っかかってるぞよ。お、あそこにもあるね。いや、こういうのなんか取りたくなるよね。お、ここは
うまい。わ、なんか2人いるんだけど。あー、イチと長政がいる。よいしょ。お、なぎなただ、イチ。イチ、お手伝いします。無言即殺。悪と無駄口、削除なり。削除なり。この浅井長政、容赦せぬ。見るがいい。この戦場を取るし断骨を。浅井君兵を。正義の手に散った。これは定めに打つだ。黙れ。善の正義など肩を抜いてよ。そのような細い手を武士の敵も共に殺せない。よいしょ。一応これでも完璧。いいダメージ。これが一応。よいしょ。死なすつもりはなかったのに。秀吉に歯向かうからだよ。不自由か。今ならまだ選べるぞ。弱きことを指摘され、取り乱すか。浅井、私は取り乱してなどいない。何しても固めばいい。蹴り上げで倒した。ま、私は間違っていない。よしよしよし。見よ見よ、これが若きの桜の舞い散る国よ。我が拳はいかなる障害をも打ち砕く。富よ、強かった。はい、武器のレベルが上がったくらいか。お、レベル2、一気にレベル10レベルまで上がった。あの経験値つけてるからかな。すいません、ちょっと食べます。うまい。うん。脆弱な正義を振りかざす浅井軍を落とし、自らの力を示した秀吉。しかし野望の達成は遥か遠くにあった。豊臣軍の基盤をさらに強固なものとするため、次に拠点を張る場所として選んだのは、前田利家がその地を守る賤ヶ岳であった。この地は我のものだ。法廷万里。お、バサレ新しいのに入荷しました。武器がね、変えたいんだけど変えないっていう悲しい。何が出た。これか。なんだかいい気分。よいしょ。で、こういう技がなんか出たっぽい。おお。これでいっか。いきます。マチとトシイエか。本当は逆なんだけどね。本当はこの二人無双ではね、仲いいんですけども、秀吉とトシイエは。まあ、バサラは、わ、めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗なところ。マツ、犬千代様。我ら二人を邪魔する者は。馬に蹴られて地獄に。相変わりこの二人は仲いいな。最強夫婦。
仲いいな。犬千代様。わあ、いきなり。ございまする。よーし、追い返すぞ。ここはとてもいい場所だよ。よし、豊臣軍の拠点を置くのに最適だ。よし、ここを手に入れる。ここは前田の領地だ。前田ち帰れ。欲しいです。僕たちはこの地が欲しい。手荒な真似をするつもりはないよ。ここは前田の領地。ほら。待つわ。それがしか守る。待つ。ここは一旦引く。心得ましてござります。では後ほど合流を。はい、逃亡。待つと前だけはそれがしが守る。女一人守るために我と戦うというのか。かよう軟弱な心で我は倒せぬぞ。待て待つ。拙者を倒すか。面白い。とりあえず待つだけ倒したい。あいつはずっと走り続けんのかな。力、力の前には小細工など無駄無駄。下がれ。戦は女小僧のものではない。いいえ、女にもできる戦はございます。さあ、とりあえず待つから。前田利家が妻、待つにございます。待つはね、回復するからね。お覚悟なさいませ。お覚悟なさいませ言うても逃げるんやもん。待つ、待つ逃げるんじゃないよ。待つ、決して死にはいたしません。切りました。撃破しました。お疲れ様でした。犬千代様、どうか強く。待つ、ダメだ。待つ、用があるならそれがしに言え。お前に用はない。うん、我はこの地に用が。間違いない。でしょう。俺たちは貫禄負けだ。拙者の腹が減ってきましたぞ。元気がいいのは大好きだ。大好きだ。守れ守れ守れ。よし。の職分を。いや、覇王って言われてますわね。あ、こっち行けないんだ。欲しい。お前はこの地を俺に渡せばいいのだ。よしょ。渡さん。それがしが守る。お前はそれがしを怒らせた。怒らせた。敵が来た。よし。旗をあげよう。この地、我が軍は制圧した。あ、自らネネを。俺たちは諦めねえぞ。あのように送った男ですからね。まあそれはね、出しづらいよね、キャラクターとしてねねって。我らが殿、奥方様、創建なれ。あ、ここから俺出たんだっけ。よいしょ。でも綺麗なところだよね、ここ泉があって。ここダムかな。腹はいっぱいか。いや、入れよう。余力を残しているのかい、秀吉。その通り。我の本領はここから。マジか。器よ。敵少ないな。お前の器の違いよ。器、丼のことか。俺がしの丼はでっかいぞ。そ、そんな冗談言えるのか。我が国の意志となれ。はい、おらららららら。よし、勝利と急務は我らの国。はい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 。よいしょ。そんな冗談が言えると。秀吉はまだ本気じゃないよ。はい、やるぞ。こら、この前田と茂野。天下一の豪僧、
けてみろ受けてみろソビエタスを我が旗印を負けてられん。よいしょ。我らが大将が活躍ぶり、音にも聞け。けうむ。待つ。泣くなよ。よいしょ。オッケー。新規武器ね。あざっす。こういう技がなんか出ましたけども、わかりませんね。わかりませんね。まあ見てみないとね。はい、第3章。姉川。静ヶ岳を支配下において、あ、元近か。豊臣軍の勢力は次第に拡大しつつあった。次に豊臣の軍事力を揺るぎないものとする必要があると考えた秀吉は、高度な兵器製造技術を求め、長宗我部元親の王様、あ、兵器めんどくさそうだな、攻め入ったのであった。めんどくさい兵器は多分。さあ、こういう技、あ、新しいに出てますね。ほう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 。ちょっと気になるんでつけてみますか。じゃあいきましょう。あ、待って、武器はこっちの方がいいかな。レベル1だけど。よし、さあ、行こうか、行こうか。四国銃器戦。お、俺の庭に土足で踏み込むとはいい度胸だ。いや、もう外だから土足でしょ。やるぞ。豊臣を歓迎してやんな。さて、どうする秀吉。引くまでもない。全身あるのみ。俺と羽織ったのか、仲間だ。ドゥルドゥドゥルルル。いや、スリーのさ、BGM を知ってるから、この四国というか元地下のね、あの戦場のね、だからなんかすごいリメイクっぽく聞こえるけど、これがオリジナルなんだなって思って。こんな戦はただの通過点だよ秀吉。分かっておるわ。我は止まらぬ。信じてるぜ。頼む。大船に乗った気で任せな。はい、行け。よいしょ、よいしょ。よし、はい、はい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 。てめえの行き先は深海の淵だ。海賊には海賊の意地ってもんがあるな。ドゥルドゥ、ハトバは一つじゃねえぜ。今日はついでねえ、ついでねえ。ってドゥ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 。おお、ちゃんと海に流してやる。安心しろ。
はいはい。ルネンドゥッドゥルネンドゥッドゥルルル。兄貴、あんたについてきてよかった。兄貴だけが頼りです。ハハハ、俺に任せろよ。ドゥ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 ルドゥルドゥ。田舎の神が人を表せるのが得意か。さあ、どんな絵を見せてくれるんだ。生ぬるい減らず口よ。あ、どうやって行くんだあれ。ここは君に任せても大丈夫だね、秀吉。あ、なるほどね。俺を信じる。よし、こう行くのか。ゲイトゥトゥルルルル。あれ、こっからも行けるのかな。なんか裏から行けそう。こっから、ここは特に何もないっていうのかな。特に何も是非もなし。はい、見たか、こいつの最新型よ。おもちゃに頼った力で我を倒せると。いい、肩ならしにもならぬ。肩ならしにもならぬって言われてますよ。兵器めんどくさいよな。よし、オッケー。もうこういう兵器じゃめんどくさい。元地か。君が見ている世界はとても狭い。もう少し視野を広げることをおすすめする。よしよしよし。福流、福流さん。お宝がないなら命いただくしかないぜ。オッケー。お、来ましたね、兵器が。こいつで遊んでみるか。なるほど、スイー地の利は俺らのもんだ。地の利に頼ったところで我には勝てぬ。これで勝負。大将の力を。カタルの窓だ。あいつと一緒に海を渡るんだ。お宝の場所を教えれば許してやるよ。登れないんかよ。手間もちっとは柔らかくしたらどうだ。使い勝手のいいものは取り入れるべきだぜ。面白い。なんで我が国を兵器としていただくぞ。了解した、秀吉。行きましょう。まだまだ余裕といった顔だね。行きましょう。ちょっと体力がね、怖い。鉄砲隊は相変わらず強いな。冗談じゃねえぜ兄貴。俺たちはどこまでもついていきます。よし行こう。立ちはだかるとはない。すまない。はよ。後で闇の底に返してやるぜ。OK。 俺らの技術の結晶が。なんてことしやがる。なんてことしやがる、くすったりが。しっかり
今ならまだ選べるぞ。はい、オッケー。あとあそこにいますね。これどうやっていくんだ。よし、他にもこんなやつがいたからな。どうやっていくんだろう。よし、余力を残しているのかい秀吉。もちろんさ。その通り、我の本領はそこから。よし、我の作る王道楽土、天から拝むがよい。あ、なるほどね。よいしょ、開けましたね。突破。さあここにも。サメの餌になっちまいな。これで少しはおとなしくなろう。おいいね。いいね、いよいよ。よし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 。その命をもって我が国の。さあここもぐるっと回りますか。ああ、ここで撃てると。そういうことか。じゃあ先にここの拠点を制圧して、拠点というかこの大砲で、まあ、兵器を狙えばいいのか。まあ、狙う言うてもな。てめえが行き着くところは海の底だ。おい、兄貴の足引っ張るんじゃねえぞ。状況は有利か。この調子で進めよう。ここは赤だ。まあ体力とか。はい、投げ捨てたぞ。そこの君、秀吉はまだ本気じゃないよ。はい、代わりに僕が慎んでご冥福申し上げておこう。2倍だけどな。ああ、おい、さあ行くか。そろそろ結構遊んだし。お邪魔します。わあ、なんか兵器あるよ。かっけえ兵器あるぞ、後ろに。ああ、あれか。でで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 、この教祖家で元近を楽しませろよ。お豊富のサルってのはお前のこと、噂以上に言ったらいいかけ倒しか。お前がこの島の鬼、小さき島に似合いの鬼よ。こいつの実戦闘技はこうか。けあんたで試させてもらえば構わねえか。おら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 、我が前には目を食よ。おりゃあ、水は溢れるばかり。長祖壁、
お前のためにある言葉よ。何を言ってるのかわからねえな。わからねえな。猿、人間様にもわかる言葉を喋りやがる。いい煽りスキルだ。見ろよ、ヤバども、空が近い。お、サメが吊るされてる。はい、お、アップ、やったぜ。恋技レベル2。はい、じゃあ今回はここまでですかね。では今回はここまでにしようかな。あ、とりあえずちょっとストーリーだけ見て、第4章のこれだけ見て終わろう。長宗我部より、あー、毛利元就か。手に入れた秀吉が次に狙いをつけたのは毛利元就の持つ水軍で、もう片っ端から狙ってくね。秀吉は最強の織田とか狙うんじゃないの、取り入れるべく下手したら高松城に攻め入ったのであった。うん、秀吉、水軍を手に入れれば軍はもっと強くなるよ。強いか、うん、良い響きよ。はい、はい、ということでね、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。